純は結婚に逃げたってこと？好きな人のそばにいるのは辛いんですよ。恋はいつか消える。何、女優さんみたいなこと言うよ。かなめさん、やっぱりパリに行くんだってね。離婚届を書きました。俺純がいないと調子出ない。もう無理だよ。恋愛で右往左往しないタイプだと思ってました。俺はお前と結婚したいと思った。恋なんて本気でやってどうするの。最終回月曜夜10時。私が欲しいのは。最新話はカンテレ動画 TVer で無料配信中。